史上最年少で世界ヘビー級の頂点に上り詰めたタイソンは、その勢いのまま87年3月には WBA、WBC 2つのタイトルの統一に成功。そして元チャンピオンのピンクロン・トーマスを相手に2団体統一王座の防衛戦に臨む。To the Las Vegas Hilton Sports Arena, where tonight Don King Productions, in association with the Las Vegas Hilton Hotel and Miller Lite, presents The Hard Road to Glory, Destination Ultimate. These bouts are sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Dwayne Ford, Chairman. Commissioners at ringside are Mr. Sig Rogich, Herb Santos, Sammy Macias, and Freddie Little. And the executive director of that commission is Harold Buck.Representing the WBC at ringside, the president of that organization, Senor Jose Suleiman, and the supervisor, Mr. Spider Bynum of Texas. Representing the WBA at ringside is Mr. Nick Cariasados. The judges, appointed by the Nevada State Athletic Commission for this, the next event of the evening, are Dalby Shirley of Nevada, Gordon Volkman of Illinois, and Harry Gibbs of England.The timekeeper is Mike Lachella. Counting at the knockdowns, Al Bicek. The attending physicians at ringside, Drs. Flip Pomansky, Donald Romeo, and Elias Ganneman. And your referee is Carlos Padilla. This is the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBA, WBC Heavyweight Championship of the World. Introducing, in the blue corner,Fighting out of West Los Angeles, California, weighing in at 217 and three quarter pounds, with a professional record of 29 wins, one defeat, one draw, and 24 KOs. He's rated number one in the world by the WBC and is a former champion of that organization. Ladies and gentlemen, here is Pinklin, Pinky Thomas.鉄人を相手に王座返り咲きになりますか、ピンクロン・トーマス。He is undefeated in his professional career with 29 wins, no defeats, 26 KOs. He is the WBC, WBA Heavyweight Champion of the World, Iron Mike Tyson. 2本のベルトの防衛戦です。マイク・タイソン。 WBA、WBC 世界ヘビー級のタイトルマッチ、ラスベガスはヒルトンホテル屋外特設リングです。さあ浜さん、はい、元 WBC チャンピオンがマイク・タイソンに挑戦ですね。そうですね、まあだからタイソンが本物であったということは証明できましたけどね、ただこのピンクロン・トーマス左ジャブが速いんですよ ね、 そうですね。タイソンの踏み込みのスピードとピンクロン・トーマスのジャブのスピードどっちが速いか、まあスタートで大体分かると思いますけどね。スピード比べになります。右のマイク・タイソン、いつものように汗をたっぷりともうすでにかいているようです。このスピード対決にもですね、マイク・タイソンのは踏み込みですからね、踏み込みのスピードとそのパンチのスピードどっちが速いか、要するにピンクロン・トーマスは体を動かなくても手が速ければですね、はい、タイソンの踏み込みよりも速いということになるんですよね、パッションが。なるほど、なるほど。さあ、息を吐き出しています、ピンクロン・トーマス。そしてケビン・ルーニートレーナーがマイク・タイソンに耳打ちです。まあ、この試合のキャッチフレーズがですね、ハードロードトゥイエスグローリー。試合が始まりました、右から左、やっぱり同じやり方いきますね。マイク・タイソン、いきなり上からピンクロン・トーマスがクリンチ。同時ですからね。栄光へのですね、はい、厳しい道ですね。ここを乗り越えてこそ、その栄光がやってくるというマイク・タイソン。ベルトまだもう一本残っています。最初から狙いますね、やっぱり。そうですね、これはもういつものマイク・タイソンのやり方です。いや、ピンクのトーマスが左ジャブ打てないですね、これ。踏み込みが速すぎてですね。なるほど、単なるジャブ、パンチのスピードよりも踏み込みのスピードが勝っています。マイク・タイソン飛び込んできました。
いつもより出入りは非常に速いスムースです。マイク・タイソンの左フックに対して右のガードガッチリ上げてますね。右クロスが左、今一発目当たりましたかね。いやフィングロン・トーマスがですね、打とうとした時にはタイソンの右が飛んでますよね。速いですね。相手の動きが読めるような感じのマイク・タイソン、先手先手で打ち込んできます。ボディから左振り上げてきました。まあ、浜さん、タイソンはね、同じ側のコンビネーションをよく使いますよね。右のダブル、そしてそれを振り上げていきます。右打ってサウスポースタイルになろうがまた振りますからね。そして踏み込み、また左大きく伸ばしてきました。フィンソン・トーマス、ロープに吹っ飛んだ。ロープまで後退しています。トーマスが今ボクシングできないですね。はいはい、1ラウンドから主導権は握ったと言っていいでしょう、マイク・タイソン。ガードでも何でも振り破るという人ですね。左に届きました。はい、まあ、本当にジョーさん、もうジャブというよりももう本当にストレートですもんね。ガンガンいきます。パンチを溜めて打ってるんですけどね、溜めたパンチをこれだけ連打できる選手はまずいなかったですよね。また例によって潜り込んでいこうとしています。低い低い体勢から入っていきますマイク・タイソン。今距離を取りながら左打ちながら、これでもう少し距離を取りながらやりたいんですね、ピンクルン・トーマスは。なるほど、距離がやっぱりある程度なければこのジャンボうまく使えないということになりましょう。左から右、この右アッパー本当に天井向かって振ってます。左相手のグローブを弾き飛ばします。マイク・タイソン、ロープで、ね、弾き飛ばしてますね。誰から両フック思い切り打ってきます。今こうやって見てるとこれフィルムを早く回してるんじゃないかと思うようなスピードですね。これ早送りです。まあ常人のそのジャブあるいはフックストレートのスピードではありません。あートーマス効いてきましたね、ちょっと背中が丸まってまいりました。効いてきましたね。効いてきたか、結構パンチもらってますからね。効いてきましたね。うまさではトーマス抜群なものを持ってるんですけどね。ワンツーがヒットしません。元 WBC チャンピオンピンクのトーマス、ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。トーマス1ラウンド来ましたよ。ずいぶんジョーさん打たれましたね。そうですね、まあ、ピンクロン・トーマスのねその武器っていうのはですね、左のフリッカージャブですよ、ね、ジャブが強いんですよ。とかジャブその打つ距離がねそのタイソンに取らせてもらえなかったですね。もう打てるところを見つけたらば、どこからでもパンチを繰り出していきますマイク・タイソン。ピンクロン・トーマス、84年の8月にティム・ウィザスプーンに判定勝ちを収めて WBC のベルトを1回獲得したことがあります。その後防衛、してるんですけども、結局トレバー・バービックに判定負けを喫しまして、そのベルトを明け渡しています。しかし、まあ、本物ということは分かりましたけどね、タイソンは、こういう接近した時もですね、本当にいい状態で、パンチ打てる状態で接近してますからね、はい、ここはレフェリーが1回分けます。ちょっとトーマスは腕抱えてましたね、タイソンの左手ね、はいはい、もう何としてもやっぱりパンチもらいたくないという気持ちが強いんでしょう。フリンチというよりもどうしてもやっぱりホールディングに近くなってしまいますが、左から左返しました。トーマスもですね、パンチを出して止めようとしてるんですけど、タイソンのパンチが速いから慌て打ち、早打ちしてるんですね。だから腰が入らないですね。はいはい、大きく左振った、もう一回目の前をすごい風が吹き抜けていくようです。ピンクロン・トーマス左のダブルなんか振るときに駒を回すような振り方をダブルでやりましたね。そうですね、頭をつけます、ピンクロン・トーマス。こういう揉み合いはもうタイソンはもう、慣れっこです。大体がやっぱりこう上背の自分よりある選手と戦っていますので、タイソンどうしてもこういう形が多くなります。まあヘビー級とすると上背小さい方ですよ ね。 そ, うですね、その上背のなさないところを、まあこういう筋肉をつけて、パワーをつけてカバーしています。まるでいつものように飛びかかるような感じで、その下りを打っていきます。
あの左フックですね、はい、左のリードパンチっていうのは相手からするとちょっとやはり見えないんでしょうね。早いのとですね、下からもう一回もう一回大振り大振り、まあ、実際の、まあ、大振りしてもですね、すぐ戻るんですね。振り回してすぐ戻りますからね。すぐこう最初のスタートガードポジションに戻りますよね。戻ってまた次のパンチも振れるんですね、左でも右でも、右打ったら左、左打ったら右というふうな普通は打ち方しますけどね、左だったら左左、右だったら右右、どういう状態からでも打てる状態がありますね。バランス感覚がいいんでしょうね、やっぱりね。いいですね。間もなく第2ラウンド終了します。ミクロスはどうだ、今ハクソマさんいいパンチだったんじゃないですか。トーマスの右ストレートを打ったらすぐ返しますから、トーマスなかなか打てないですよね。打ったら返されますからね。はい、屋外の特設リングで行われていますヒルトンホテルラスベガスにあります。だからタイソン相手に止まっていてはいけないと、ポジション変えろ動けっていう指示ですね。バービックには2ラウンド TKO 勝ち、そしてジェームス・スミスには判定勝ち、これで WBC と WBA の2本のベルトを獲得しましたマイク・タイソン。3本目狙う前にこのピンクロン・トーマスが立ちはだかっています。クリッチ戦法できましたからね。そうですね、大きく振る、これは距離を置きましたピンクロン・トーマス。距離を取ったばかりだ、しかしピンクロン・トーマス自分に勝機は出てきません。まあ、距離を取ってですね、打ちながら取る状態作れればいいんですよね。なるほど。ただ打った時にはタイソンが懐に入ってるっていうパターンがあるからなかなか打てないんですね。その入ってくるところカウンター取れないですかね。いやスピードがありますからね、踏み込みのスピード、これはもう入ってくるところを打とうとしたらもう完全に打たれますよ。だから先に打とうと思わないとダメですね。なるほど。覆いかぶさろうとしていますピンクロン・トーマス。29歳の挑戦者トーマス、そして20歳のタイソン。今トーマスの左ポーンと当てましたけどね、ああいう感じでリズム作れるといいですね。この辺りのマイク・タイソンの得意のダッシュは序盤、それをしのけば、まあ、なんとかピンクロン・トーマス立て直す可能性も出てきます。頭が当たった、頭当たりました。恐ろしい勢いで入ってきますから頭もやっぱり当たりましょう。まあ、タイソンのノックアウト1ラウンド2ラウンドというのは普通ですからね、右打ち下ろし、それを1ラウンドごとに重ねていけば、まあ、タイソンのスピードを鈍るでしょうからと。まあ、今みたいな打ち下ろし、まあ、打ったらクリンチ、打ったらクリンチの場合が今多いですから、打って離れる状態でリズム作れるといいんですけど、やっぱり離れるとやっぱりプレッシャーきついんでしょうな、ね、こうやって今守るのが今、はい、やっとという状態ありますから ね軽くジャブはヒットさせます。こうやって打った後にはクリンチの状態作りますね、トーマスは。ただそれだと防ぐので、いっぱいいっぱいという状態になりますからね、はいはい、これをだんだん打って距離を作って入れないか、おっとあった、やっぱりですね、ああいうのが飛んでくるとクリンチしなければいけない状態ありますね。なるほど、どうしてもクリンチは必要です。ただこれは守りでしかなくなりますからね、このクリンチというのは、自分のリズムを作らないことにはやっぱり後半自分のペースに持っていくというのは難しいですよね。まあ、タイソンも当然判定は経験はしていますが、後半に行けばこのタイソンのパンチもですね、アマさん、徐々にはそのパワーは当然だから落ちてきますよね。というのもトーマス陣営の作戦だと思いますよね、ただこういう状態で守るのが精一杯だといくつになっても攻撃はできないですからね。第3ラウンド終了しました。トーマスとしてはね、ジャブで突き放したいんですけれど、その左で負けてますよね、タイソンの左フックの方がですね、トーマスのジャブよりも速いですよ。まあ、こういう、これがまあ得意のパンチですよね。さあ第4ラウンドです。ラスベガスで行われていますマイク・タイソン統一タイトル、まあ、日本のベルト WBA と WBC です。この2つのベルトの防衛戦、相手は元 WBC チャンピオンピンクロン・トーマス。この鉄人を相手に
アイアンマイク・タイソンを相手にベルト獲得になりますか。トーマス勝てば1本に2本のベルトです。一気に2本のベルトです。出てるところ左を出しました。そのための、自分のペースにペースを作っていかなければいけないんですね。これ、まだ4ラウンドですからね。徐々にでもいいですから自分のペースを持っていかんといかんですね、はい、今のところはこれも防ぐのでやっとという状態ですからね。試合は第4ラウンド。あ、やっぱ左で出すと飛んでくると、あ、すぐ左だ、そうすぐフリンチに移行しますよ、あ、わあ、体大きく振り始めました、出した瞬間にスッと潜られてますよね、はい、だから左がまた出なくなる悪循環ですね。またタイソンが基本の形に戻っています。ボディブロー、ダブル、トリプル、ね、4発打ったか、何発打ったかわからないぐらいにその拳を振り回します。またこのオンガードに常に戻ります。すぐ顎を守ってますね。結構ね、タイソンの攻撃パターンっていうのはそう多くはないんですよ、ね、あの覗き見ガードからその左フックで入ってそれが当たると左右フックの連打ですよね、はい、ただ早いんですよね。そうですね、非常に速いボックスにおけるスピードを持っています。飛びかかってきました。速いかと思うとこういう飛びかかるような打ち方もします。ああいうね、体ごと飛び上がって打つような左フックっていうのは、あのジョルティングレフトっていう、ジョルトっていうのは体当たりですよね。右当たりました。ボディを返します。リンクロン・トーマスの右。だからそのジョルティングレフトっていうのはね、タイソンの武器ですよ。ワンツー、これが有効です。いい感じです。リンクロン・トーマス、距離が空きますとやっぱりああいう打ち方がね、することができます。リンクロン・トーマス、そうやってパッと離れることができればいいんですけどね、打ったらクリンチ、打ったら打たれるんじゃないかという今心配がありますよね。ボディから右アッパーからジャミー、もう一回最後振り上げてきました。その振り抜く右アッパーなんかは相当のもんですね。そうですね、あれ当たったら浜田さん、多分トマスはひっくり返るんでしょうね。倒れますよ、本人も顔の目の前あるいは横、それが通過していくので、今トーマス今少しリズムで、リズム出たと思ったらやっぱり随分体力消耗してますね。やっぱり今までの攻撃を防ぐのでいいと思ったら長続きしないような状態がありますね。第4ラウンド終了しました。まあ、ケビン・ルーにはね、カスダマトモンカの兄弟子ですよね、なかなかコンビうまくいってるみたいな感じがしますね。一方のピンクロン・トーマスはアンジェロ・ダンディがトレーナーついております。第5ラウンドです。破格のマイトマネーを稼ぎますマイク・タイソン、無敗のまま全勝で世界の頂点駆け上がりまして、今ベルトは2つ、ジャブは相手になりました。3つ目の IBF を手に入れる前にこのピンクロン・トーマスを叩き伏せねばなりませんマイク・タイソン。すごい入れ立ってますよね、クリンジに来られて。あ、なるほどなるほど、またです、またです。あそこから連打しようと思うわけですよ、はい、体振りながら入ってとか、その距離になるとですね、ホールドですよね。ちょっと苛立ちを見せているマイク・タイソン、体振って左から入りました。トーマス今少し距離取り始めたんでですね、ここで今みたいな感じでいいですね。やっぱりちょっと強引に入られるとやっぱりクリンチに行くところなんか体力の消耗が随分あるんですね。右カウンター、ちょっと浅かったでしょうか。入ってくるところトーマスカウンターを取りました。右です。トーマスも疲れてきました。まだ中盤でありますが、やっぱり浜田さん、あれだけのパンチをまともにはもらわなくても、だいぶ消耗というのはね、ロスはありますよね。打たれての消耗がありますね、まあ、1回目からそういう状態ありますからね、はい、タイソンのスピードはどうでしょう。だから入った瞬間、それいいわけです。入ったと思ったらすぐクリンジに、
になってますよね、それで苛立ってるからパターンとして同じパターンが繰り返し来るんですね。お互いにジャブを打ちます。口が開いてきました。リンクロン・トーマス疲れが表情に出てきています。見るとね、トーマスがいかにそのタイソンの左警戒しているか分かりますね。右手を上げると、それで左手でクリンチの時にタイソンが左手を抱え込んでるんですよ、あれじゃタイソンでも左手打てないですね。今いいワンツー合わせたんですけど、やっぱり、左が来ました。ちょっとから突きを見せました。やっぱ打ったら打たれるから次の攻撃ができないですね。ある意味タイソンは正直な攻撃ですよ。ずっと密着したところからいいの振りますね、そうですね、タイソンは。あ、そうですか、うん、体をつけられるのはまた右打ちました。向こうからマイク・タイソン。第5ラウンド終了です。ちょっとね、タイソンがね攻めあぐってる感じがしますね。ちょっと攻め手が見つからないのか、マイク・タイソンというよりね、相手のローコーさん、これ抱え込んでるんですよ、下から。はいはいはい、あれ、グローブ外しましたね。じゃあグローブが避けてるっていうことですね。なんですかね、今の試合の中で避けたんですかね。だからグローブのちょっと交換してるんですね。左のグローブです。スペアグラブですね。今アメリカのコメンテーターが言ってますけどね、モハメド・アリがヘンリー・クーパーと戦った時、当時そのモハメド・アリのトレーナーだったアンジェロ・ダンディは、グローブの端ちょっと避けてたのを大きく裂いてですね、それでグローブ避けてる、交換してくれって言って時間稼ぎしたことあるんですね。まあそれをいかにもね、トレーナーとしてのね、そのどういうんですか、巧みさとかね、肯定的に見る人がいるかも分かりませんけどね、スポーツマンシップ、フェアプレーっていう観点からするとアンジェロ・ダンディは失格なんですよ。でこれをですね、またアンジェロ・ダンディかっていう感じがしますけどね。くしくもアンジェロ・ダンディ、ピンクロン・トーマスにもついています。今巻き直しました。ケビン・ルーニーはタイソンに、これまあ落ち着けということなんでしょうね、耳に口を寄せまして、何事か言葉をかけてました。なんか感じありましたからね、イライラしてるのを読み取ったんでしょうね。ケビン・ルーニーはトレーナーでもあるし、良きお兄さん役でもあるんですよね。兄弟子となるんですかね。カス・ダマトさんが亡くなった今、もう兄弟子、まあ、マイク・タイソンが一番言うことを聞く人物でもあります。今トーマスが足を使い始めましたね、はい、第6ラウンド再開されています。やっぱり使えないか、ちょっとでも休めたかというピンクロン・トーマスになります。3回目あたりね、アンジェロ・ダンディトレーナー10セコンドがピンクロン・トーマスに、ね、足使えって言ったら、その指示守ってラウンドの最初よく動いてましたけどね、はいはい、ちょっとダメージも溜まってきてる感じがしますね。サイドステップから今左を打とうとしたんでしょうか、察知してトーマスが大きく離れました。それでね、やはり戦ってみてタイソンがパンチがあるんでですね、ちょっと恐怖心が出てきた感じがします ね。 なるほどね。本当はもっと打ち返さないといけないところをですね、もう抱え込むのがやっとですね。ボディ2発、まだまだパワーは無限にこの体に詰まっているようです。マイク・タイソン、この接近の仕方もうまいですよ、タイソン。あ、そうですか、うん、頭をつけながら、この先ほどおっしゃいました、右アッパボディからパ、これが得意ですね、タイソンは、右フックをボディに打って、はい、そしてその右をもっと戻して、右アッパー突き上げる、これは得意ですよね。鮮やかに今回はこっちのコンビネーション決まりました。トーマスが離れます。左追いかける左、長い左が炸裂しました。狙ってます。右から左、返し右、顎を捉えます。ね、狙いますね。もう一回アッパーカット。ミクロス。キダ、連打します。連打します。キダ、キダ。バタン、倒しました。立て続けに猪木ましたね、今。これはダメです。諦めたか。立てないか。ディフェンスできなかったですね、今のは。
タイソンのハリケーンのような攻撃、いった、止めました。あ、セコンド入ったですね。リンクロン・トーマス健闘を見せましたが、6ラウンドで力ついえました。最後のできなかったですね、最後のコンビネーション素晴らしかったですね。さすがこの畳みかけ鉄人です、マイク・タイソン。前のラウンドまでもたもたしてたのが本当にもう見違えるように、そのコンビネーションよく当てましたね。あのグローブトラブルが逆にマイク・タイソンに良いように働いたような感じがあります。Mike Tyson can fight southpaw, he can fight orthodox. He puts his hip behind, look at here. He's just putting his entire body behind the punch, and he's so relentless. Again, the uppercut, left hook. He's still positioned. どんな体勢からもこのパンチを当て込んでいきます。どんな体勢からでも打てるんですね。Ladies and gentlemen, the time. 2 minutes of the sixth round. Referee Carlos Padilla stops the bout. The winner by a TKO and still WBC, WBA.2本のベルト見事ピンクロン・トーマス相手に守ってみせました、タイソン。さらにトーマス戦後 IBF チャンピオンのトニー・タッカーを下し3団体統一を果たしたタイソンはオリンピック金メダリストタイレル・ビッグスを7ラウンド TKO に退け統一王座の初防衛を果たす。そしてその翌年、王座返り咲きを狙う元チャンピオンラリー・ホームズの挑戦を受けることになった。Representing the World Boxing Council, its president, Jose Sulaimane, and ringside supervisor, Dwayne Ford. Here for the World Boxing Association, legal counsel, James J. Binns, Esquire. The three judges doing the scoring for this contest, Rudy Ortega, Nicasio Drake, and Charlie Spina. The timekeeper is Lindsay Tucker. Counting for the knockdown seconds, Frank Cappuccino. Chief ringside position, Dr. Frank B. Doggett. Also in attendance, Dr. Charles Wilson and Dr. Stanley Eden. And the referee for this bout is Joe Cortez. And now, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! 12 rounds for the undisputed heavyweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's wearing the white trunks with red trim and weighs 225¾ pounds. From Easton, Pennsylvania, his professional record, 48 victories, only 2 defeats, 34 KOs. For 7.5 years, he ruled the division as an undefeated champion with 20 successful defenses. Tonight, he's the challenger. Ladies and gentlemen, the man known as the Easton Assassin, former heavyweight champion of the world, Larry Holmes! 1年9ヶ月ぶりにリングに帰ってまいりました、ラリー・ホームズ。名チャンピオンに対してブーイングであります。この元名チャンピオンがタイソンを相手にします。Weighing 215¾ pounds from Catskill, New York, which is the hometown of the late great trainer of champions, Cus D'Amato. His professional record, a perfect 32-0, 28 KOs, 23 KOs in 4 rounds or less, and 16 knockouts in the first round. Ladies and gentlemen, I present you the undefeated, undisputed, heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson! 全勝街道まっしぐら、マイク・タイソン。恐れを知らぬ21歳、今回はラリー・ホームズを相手にします。アトランティックシティのコンベンションセンター、例によって満杯です。さあ、浜さん、はい、この名チャンピオンを前にしたマイク・タイソン、どういう戦いしますかね。おそらく1ラウンド目から打っていくでしょう。そして新旧交代をまざまざと見せつけようとするでしょうね。なるほど。
相手がこのタイソンなので1年9ヶ月ぶりにこのリングに帰ってまいりました。ラリー・ホームズ、ラリー・ホームズも結構いい感じで仕上がっているという話でありますが、さあマイク・タイソンももうすでに準備 OK です。すぐ打っていくホームですね、飛びかかるという感じがぴったりのこの立ち上がりのマイク・タイソン。試合開始、左からいやーレンに打っていきました。ボディを打ち上げました。これですね、この選手はもう嘘がないボクシングですよね。その通りですね、もう駆け引きなし、やりますよと、やりますよと言ってやりますからね。左から左から襲いかかります。本当にこう、肉食動物がですね、襲いかかるようなそういう戦い方を仕向けています。金網を真ん中からすぐ取ったような状態ですぐ走り出しますね。ジョー・コウテイさんが間に1回入りました。まだラリー・ホームズはホームズらしい動きはまだしていません。入り込まれていました。ボディ、おそらくホームズは、まあ、あのタイソンがやったことのないラウンド、まあ、左から判定勝ちはあることはあるにしてもですね、はい、後半に持ち込んでいって、タイソンをじわりじわり、まあ、やりにくい状態に持っていくこと、うん、右どうだ、中に入りました。かすったかもしれません。経験からすると名チャンピオンのホームズ、もう相当のもんですからね。そうですよね、まあ、本当に百戦錬磨ラリー・ホームズ、長い間チャンピオンに君臨してきました。そのキャリアを生かしてこの若者21歳になっているマイク・タイソンをなんとかこの前哨を止めることができるかという、まあ、その期待を背負っています。さすがですね、タイソン動いた瞬間にパッと下がりますよ。そうですね、相手の軌道には入りません。照準、左手伸ばしてね、タイソンの頭を押さえるというか接近、これ以上接近するなっていう風な形で左伸ばしますね。2人の身長差はおよそ10センチあります。これ2人を見ますともうちょっと身長差ありそうな感じもありますが、ラリー・ホームズはアップスタイル、要するに、はい、状態立てますよね、タイソンは潜り込もうとして沈みますからね。その差ですね、それがやっぱり、身長差がもっとある感じに見えるでしょうね。客席モハメダリがいますね、サングラスかけてますね今。あ、そうですね、向こうで、アリさんが見ています。第1ラウンド残り50秒切りました。タイソンがステップを切りながら詰めていきます。コーナーに入ってくる左の、アリアン、いや今食いましたよ、ホームズは食いましたよ。ホームズはおそらく前半今の状態でやっぱ攻撃するとタイソンの突進力、攻撃した瞬間に入られるというのは分かってるでしょうからね、今日のタイソン調子良さそうですね。情報を受けてますね、非常に敏捷ですよね、はい、まもなく第1ラウンド終了します。ベテランのこの名チャンピオンと言われているホームズを相手に1ラウンドからいい動きを見せているこのマイク・タイソン。そのタイソンに入ってくるところ、タイソンが入ってくるところカウンターを打とうとしました。ホームズ、第1ラウンド終了です。なかなかいいスタートですね、タイソンがコーナーに帰ってきます。もういつもこのルーニーさんはタイソンの口元、耳元まで、自分の口を持っていきまして、話しかけます。そしてラリー・ホームズ38歳になりました。ジョーさん、しばらくね、試合から遠ざかっているんですが、やっぱりこのタイソンの相手に臆するところないですね、やっぱりね。それはまあ、ラリー・ホームズっていうのはですね、もうメインチャンピオンですね、でこれまで50戦して48連勝して2敗っていうのはマイケル・スピンクスのですね、はい、もう変則的なこんにゃく戦法ですよ、はぐらかされて、ごまかされて、それで僅差の判定だったですね、はい、特に再戦では勝ってたように思いましたけどね。そうですか、第何度がスタートしています。このタイソン、ラウンドもタイソンが強めに入っていきます。右っていきなりの右でした。やっぱりですね、得意とする左のジャブ、それを出さないでいきなり右出そうとするのは、ね、左出したら入ってくるという予感がするんですね。あ、なるほどなるほど、大きく左右にいつものように体を振って入っています。ちょっと入られるとさっとクリンチ行くというのは、はい、まあ、ホームズ今のところまだ自分のボクシングはできてないんですけどね、ないけどタイソンのボクシングをさせないでおこうということを先決としてやってますね、
ジャブのリーチの長さは当然ながら違うんですが、長いのはホームズ。しかし相打ちのようなジャブはタイソンにより、ジャブの効果があったように見えました。それだけやっぱりスピードが速いですよね。あるんでしょうね、やっぱりね、スピード。今日のタイソンスピードありますよ、はい、踏み込みが速いですよ。じわじわ詰めていきます。恐れかかります。左右に当然ながら体を振りながら、浜さん、まあ、タイソン振りながら振った瞬間にホームズは来るであろうと予想してさっと下がりますね。そうですね、それがベッドランですね。また下がりながらアッパーを今度は突き上げました。なんかこうホームズがベテランらしく罠を仕掛けているような感じの動きにも見えますが、右は届きませんでした。タイソンはそれはもう罠って知っていて入っていってもそれをかわす動きがあります。動きができます。スピードがあります。こんなに速いヘビー級選手、ヘビー級チャンピオンいなかったんじゃないですか ね。まあヘビー級の歴史を、おっと、簡単簡単、今カウント踏みましたよ。今タイソン先ほどもこれ、見せていたんですが、今度のカウントのがより効果的。あ、狙いましたね、ホーム狙いましたね。ホームズがいい感じでこの試合をコントロールしようと仕掛けています。タイソンは一切構わず、やはり体を振りながらやることは一緒、かいくぐるという感じですが、ホームズは用心深く距離をずっと、ね、しっかりと置いています。コーナーまでしかし入られる前に下がるということをやってますよね。左をつきながら中に入っていきました。やっぱりこう腕を抱え込まれてしまいます。マイク・タイソン感激の状態、抜けるか。試合前ですね、失礼、まあ、ホームズの老快さ経験がですね、タイソンかなり苦しめるんじゃないかっていう予想があったんですけどね。とこのボディボディかかんべ、右に左に動きながら、このベテランの元王者を追い込んでいこうというマイク・タイソンです。まあ、うまくディフェンスしたというかですね、やっとやっとの状態のやり方でしたね。そうですか。タイソンの腕を捕まえたにしても、反対側の腕からまた飛んできてましたからね。タイソンの攻撃を目いっぱいかわすので、やっとカット、やっとという状態があるんですよね。そうなんですよ、相手が向かってさえ来せれば、もう倒れていたでしょうね。という試合が、ね、ほとんどでありました。まあ、世界チャンピオンになる前にはですね、ジェームス・クイック・ティリスですね、はい、それから、ミッチ・グリーン、世界チャンピオンになってからはですね、まあ、ジェームス・ボーン・クラッシャー・スミスと、はいはい、それからトニー・タッカーですね、はい、その4人が倒せなかったわけですよね。4人を倒すことができませんでしたが、もちろん勝っています。みんな勝ちにはいかなかったんですね。もう防ぐのに精一杯だったんですね。そうですね。このラウンドのホームズはようやく自分のボクシング切り替えましたね。ああそうですか、うん、距離を取って今左側あそうですね、オーデンのワンツー、ああ大将打ってこいと、ラリーホームズが光り輝いていた時のホームズの動きになってきています。1ラウンド目2ラウンド目タイソンの攻撃を目一杯防いでおいて、はい、今度は自分のボクシングから切り替えて後半今度は攻撃に行こうということでしょうね。なるほどなるほど、ラリー・ホームズよしこれならいけると、そういう判断ですね。自分のボクシングに変えましたよ、自分のボクシング変えましたよ。ホームズのボクシングはそうですよ、こういう大きな距離が、ね、ありますもんね、さあベテランの味が出てきました。パカット、やっぱりうまいラリー・ホームズ。タイソンもそれを承知でというよりも、タイソンはもうああいうやり方しかないですもんね。何しろ距離が違いすぎます。飛びかかっていくしかありません。駆け引きしないんですね、タイソンは、はいはい、やり方は一緒、左をつきながら入ってきました。だタイソンまっすぐ入らないですよね、常に体を揺すってウィービングしながらダッキングダックしながら入っていきます。頭の位置変えながらですね、左手で飛び込んできますからね、結構そのジャブで突き放しにくいんですよ。右ストレートから今度は右から来ました。ストレートから今度ボディを打ちに来ます。今のラウンドをホームに自分のボクシングに切り替えながら、はい、そしてタイソンが強引に入っていってもう一回入ろうとすると、またやっぱりクリンジに来るという状態がありますけどね、やっぱり2段攻撃になると防ぐのはやっぱり、きついでしょうね。2段攻撃された時も自分のボクシングがきついからやっぱりクリンジに変わるんですね、随所にねラリーホームズらしさ出てますね。そうですね、
タイソンがね、左から入ってくるときに右に打とうとしました。まだアッパーカット、右手で叩き落としたりしますよね、ホームズならではですよね。残り30秒まもなく切ります。第3ラウンド、自分の距離が作れるようになってきました。ベテランの挑戦者ラリー・ホームズ、この左、これがホームズの持ち味なんですね、これ1本でも勝てる状態で今までずっとやってきましたからね。元 WBC と IBF 世界ヘビー級チャンピオンラリー・ホームズ、今日この試合に勝ちますとタイソンから3本のベルトをいっぺんにゲットできます。3団体統一、3つのタイトル、右ストレート、クロス、ゴングが鳴りました。第3ラウンド終了しています。ラウンド、ホームズ自分のボクシングある意味できたところなんですね。あ、これからですね。じゃあ浜田さん、これからどういう風に攻撃のペースを強めていくかですよね。背中にね、ショック・ザ・ワールドって書いてある、まあ、世界をびっくりさせる、ショックを与えるっていう意味ですよね。だからタイソンをそのホームズ、ベテランホームズを打ち破って世界を驚かせてやるっていう意気込みですよね。第3ラウンドまで終了しています。ちょっと浅かったですね今の。いや、それもね、やはりうまいんですよ、ホームズがね、パンチが流れてくる方向へスッと交代したんですよね。そうですね、ちょっとね、血がついてますね。頭振って入りながら、それで攻めろって言ってるんですね。3団体統一してからこれが2度目の防衛戦、3つのベルト、2度目の防衛戦であります。あー、ホームズらしくなってきました。そうですね、さあ、ホームズがダンスを始めています。そうですね、第4ラウンドスタートしています。右、これは辛い、くぐりました。まあ、モハメダルの蝶のも、蝶のように前、蜂のように刺すという、まあ、ホームズがそのある意味モハメダルのいいところを盗んだようなところがありましたけどね。まあ、アリのコピーだと言われた時もありました。そのモハメダ・アリさんはリングサイドにいます。中に低い体勢で飛び込んできます。頭をつけました。ホームズの顎の下、頭を持っていきます。マイク・タイソン、ホームズの顎の下、接近の仕方うまいですよ。ああ、そうですか、またこの頭をすごくもうベルトラインぐらいまで下げて入ってきます。左、軽くヒットしました。十分に距離を置きます。ラリー・ホームズちょっと入られました。ラリー・ホームズ、ただね、左っ子もろには打たしてないんですよ。そうですね、左手でね、横へ払ってんですよ。あ、長いリーチ、当然ながらバーリングも非常に素晴らしいテクニックを持っているホームズであります。左フックで上打ったと思ったら、今度は右フックでボディに食いつくところなんか相当な入り方ですね。ボディ打ちながら入ってるやつですよ。あ、そうですか、タイソンの両腕をご覧のようにうまく、抑え込むようにしてクリンチをしてしまいます。ベテランのラリー・ホームズ、そうやってタイソン、右ストレート来た、どうなる、ついに正面突破、ど真ん中入りましたね。ものの見事であります。強烈な一発から火を吹きました。首を振ったラリー・ホームズ、聞いてますね、止めたのか、聞いてますね、今の聞いてますね、真正面行きましたね。試合は続きます。タイソン襲いかかる、時間は十分、振り回した拳、またひっくり返りました。ダメか、まだ1分ありますね。カットが入っています。いや、いい流れだと思いましたけど、真ん中成功で対戦いきましたね。まだ続けられます。さあ、いきます。ラリーホームズ相手にマイク・タイソン、鉄人ぶりを発揮します。あー、ぐらつく、足元がちょっと怪しい、得意のステップが踏むことができません。ラリーホームズ持たないか、ミクロスから左、もう一回か、持たないか、右ヒットした、今度左返しの左、持ちそうもないですね。30秒、ホームズ足を使います。あと30秒、逃げ切れるか、次のラウンドに逃げ切れるか。ラリーホームズもですね、右アッパー下から行きますからね、後ろがない、右とっと、またロープ、そこもロープ、どこでもいいから構わず振るというのが大切ですね今。そうですね、4ラウンドなんとか右、あとわずか10秒こらえられるか、捕まった、試合終了です。ラリー・ホームズ、本当に台風みたいな攻撃ですよね。台風の前に
激震です。いや、その強豪ホームズがですね、伸びてしまったんですよね、ああそうですね、意識飛ばしてるかもしれません。本当に新旧交代を完全にやりましたね、凄まじい強さですね。これが現在の勢いの違いです。マイク・タイソン33戦全勝 29KO とレコードを伸ばしました。真正面から入ってきましたね、今早いワンツーだったですよ。大木を切り倒すようにして鮮やかです。うわ、ようやくホームズ自分のボクシングできかかったかなという状態でしたけどね、もう自分のボクシングであろうが何であろうがこれだけのパンチ食ってしまったらしょうがないですね。これですね、右左ぐんぐん体いっぱい使って振りますね。これだけ振るとバランス崩れるんですけどね、はい、振った後すぐ返すんですね。そうですね、ホームズもよく応戦したんですけれども、いかんせんもう、足元がグラグラでした。その通りですよね、やはりその相手の勢い、それからダメージでですね、下半身がもうグラグラだったですよね、だから回り込んだりですね、そういうことができないです。名チャンピオン、かつての名チャンピオンを相手にこれだけのことをやってみせましたマイク・タイソン。東海岸アトランティックシティはもう騒然と一時になりました。これだからやっぱりそのレコードを伸ばしていくと同時にファイトマネーは上がる、そして人気もうなぎ登り。マイク・タイソンとどまるところを知りません。だから客席にモハメド・アリいましたけどね、はい、モハメド・アリを破ってですね、自分の時代だっていうのを証明したそのラリー・ホームズが今度はマイク・タイソンにとって代わられる、まあ、勝負の厳しさですね、いわば栄枯盛衰ですよ。3団体統一のその王座を2度目の防衛に成功いたしました。向かうところ敵なし。タイソンは21歳にしてスーパースターの仲間入りを果たし、歴代チャンピオンたちに勝るとも劣らぬ存在になっていた。